はい、皆さん、こんにちは。生活感の生活感です。えー、ということで、今日はですね、あの、お腹が空いたので、ま、あ今、午前11時なんですけど、朝ごはんを食べながら、収益化について話していきたいと思いまーす。はい、ということで、これね、何ですか、これ。チーズ、ベーコン、エッグパンということでね、いただきます。うんー。 これは収益化できる味ですね。うまで、あと、こちらね。マンゴーヨーグルトということで、ね、これも、あの、YouTube の収益化には大事なんでね。あの、しっかり、朝、いただこうと思うんですけど。まあ、そうですね。ま、そうですね。ま、あ重要なのって言ったら、ま、あ維持率ですよね。視聴維持率。ま、あこれが、ま、あ普通に50%は超えた方がいいですね。<laughs> だからこそ、まあ、そこは結構意識してますね。まあ、あと、なんだろうな。僕最近、あの、邦画、邦画というか、なんか、バカリズムさん脚本の、あの、映画とかドラマにちょっとハマってるんですけど、あれもやっぱ見た方がいいですね。うん。あれってやっぱ、主役化 に必要ななものが詰まってるっててるいうかうかん、なんだろうまあなんかあのマカリズムさん独特のあの長回しあの脚本とかも結構 YouTube に必要なことがいっぱい詰まってるっていうかまあそんな感じはしますよねうんまあそうだなまあでも一番必要なのって 僕、ショート動画だと思うんですよね。ショート動画の、あのー、視聴選択率。あそこが高くなってくると、まあ、グッド数も比較的多くなってくるし、まあ、維持率も、まあ、後からついてくるもんなんでね。まあ、いいと思いますね。まあ、やっぱり何より重要なのって継続ですよね。うん。継続したら、何でも、 でできるんじゃないですか、ね、まああとこのオロナミンシーこれもねうんすごいなんか元気をもらえますよねうん日常でまあそんな感じでうん今からあのまあ僕毎日あの午前中に何か動画を撮って午後に編集してっていう生活なんですけど あのまあ、毎日あの水をぶわって吐き出しながらあのわあの笑うっていう謎の生活をしてます。はい、ということであのそろそろ、うん、3分20秒いっちゃったんであの結構これ以上回しちゃうと視聴、まあ、維持率に結構影響が出てきちゃってあの、まあ、やっぱ離脱する人とかもいるんで、まあ、そこを考えながらやらないといけないですね。なのでそそろそろ あの、終わりますね。収益化するためにね。はい。それでは、グッバイ収益化。